はい、約束の時間になりました。ということで、えー、今回は元川崎フロンターレ戦士シリーズ、えー、横浜 FC 長谷川達也ということで、えー、やっていきたいかと思います。これなんで達也かっていうと、えー、今撮ってるのは2月7日で、えー、昨日ですね、2月6日、えー、横浜 FC の、ね、公式ホームページで、 えー、2022年の、えー、キャプテン副キャプテンを発表したとで達也がですねまさかの今年キャプテンらしくてえー、ちょっとこれはびっくりしたなということですねだってこれ移籍1年目じゃないですか移籍1年目でいきなりキャプテンになるとはちょっと思わなかったなっていう普通だったら普通っていうか一般的には結構なんだろう 去年いた選手がそのままそのままじゃねえわ、えー、去年いた選手がキャプテンやるようもんだと思ってたのでまさか一時席1年目でいきなりキャプテンになるっていうのはね結構期待されてるなって思ったんですけど、えー、ちょっとこれびっくりしたなっていうまさか達也が横浜 FC でねキャプテン 張るんだっていうまあ、でもね楽しみも増えますよね、えー、で達也のコメントね、えー、ちょっと見読んでいきたいかと思うんですが、えー、今シーズンに横浜 FC のキャプテンに務めることになりましたチームが J1 昇格するために自分自身の持っている力を最大限出して、えー、このチームみんなで力を合わせて昇格に向けて頑張っていきます、えー、今後とも応援よろしくお願いいたしますということですね で、えー、横浜 s c は、ですねあの副キャプテンはゴールキーパー、ベテランのね六ターン選手と、えー、なんか岩竹選手か、はい、裏にいた選手ですよね。で、斎藤康介選手が副キャプテン、その3人が六ターン選手、岩竹選手、斎藤康介選手、3人がまあ副キャプテンということですね。はい あのー、そうですよね例えば、斉藤浩介とかってねえもうずっとユースユースからジュニアユースの時はからもうずっと横浜 FC でねえ、えー、横浜 FC をまあ、知り尽くした男ではあるんですがね彼がねキャプテンやるのかなみたいなちょっと僕は思ってたしまあ安永選手、キャプテンみたいなまあ、でもちょっとまだ若いか。ねええー なんか去年とりあえず去年行った選手がキャプテンやるのかなってちょっと思ってたんでまあ達也結構期待されてるなっていう、まあ、ちょっと嬉しいなって思いましたけどね、うん、でもね達也ねえー、結構なんだろうあのー、すごく思いやりあるしチームのために思いやりのある選手だし ねえー、時にはねあのー、涙を流すこともね、えー、結構なんだろう感情を出すというかね、えー、喜怒哀楽出すタイプで,で割とね人情味あふれるキャプテンに、えー、なっていくのかなっていうなんか私の中ではそういう想像をしております、ねえー、あのファンサービスもすごく。 あの親切な方だし、なんかね、笑顔で温かい方だと僕は思ってるので、僕、達也に1回ね、サインもらったっていうか、あるんですけどね、すごくあのー、笑顔で接してくれて、すごくいい方だったなって僕は思ってるんですよね、なかなかそういう、でね、ファンサービスでね、接してくれる選手、そうそういないかと思うのですごくあの思いやり、 あの思い入れの強い選手の一人であります、ねえー。すごく応援したい選手なので、キャプテンでね、えー、頑張ってほしいなと。やっぱり、つやがね、キャプテンになることのメリットはね、まあ、そういうファンサービスとか、えーねえー、すごく思いやりのある選手だし、チームのために いいううとところでね動いてくれるタイプだ思すごく適性のあるタイプだしそれだけじゃなくてね、えー、やっぱりフロンターレでね王者で、えー、王者の中のね中でま揉まれてきたやっぱりフロンターレの経験ね王者での経験っていうのをね横浜 FC でね、あのー 存分にね、あの経験を他の選手たちに伝えていったり、えー、浸透していくというか、えー、そういったところもね、あのメリットではあるのであの、存分にね、フロンターレでの経験、生かして、キャプテンとしてね、横浜市の選手たちに浸透して、えー、影響を与えてくれたらなと思っております。うん あと、まあ、横浜 FC 結構トレーニングマッチ5試合ぐらいやってるんですよね。で、達也は5試合4得点ということでそのうち1試合3得点。まあ、その1試合3得点っていうのも、多分3本ぐらい試合やってる、練習、3本ぐらいやってるんですよ、多分うん。なんで、まあ、1試合3得点になってる理由ではあるのかなと思います。まあ、5試合4得点、結構いい感じですよね。 うん。あのー、なんか、思ってたよりチームにフィットしてそうな、なんか感じではいるんですけど、でちなみにね、あのー、5試合中1試合、えー、ね、えー、フロンタイレングもいました。伊坂全員で、全員のゴールをー、ちなみにアシストしております。ということで、かなりなんか順調だな、あのー、 感じだなって思うのと、やっぱフィットしてそうなね感じですかね。えー、で横浜 FC、なんか小川晃輝がトレーニングマッチで結構点入れてるみたいなんで、ねえー、小川晃輝と長谷川達也のね、ホットラインっていうところもね、今シーズンの J2 ちょっと楽しみかなと思っております。で、えー、今シーズンね、J1 昇格に向けてということなんですけど、達也にはね、ぜひ、キャプテンであの昇格のために、えー、引っ張っていくっていうことだけでもなく、ですね個人の成績、ね、あの5試合4得点だと、なんかいい感じではあるんですな、な印象を受けるんですが、ねえー、10ゴール、10アシストしてくれたらなと思っております。 ねあのー、チャンスメイクっていうところはドリブルからのチャンスメイクっていうのは申し分ないので、ね、あとは得点の部分でね、えー、さらに、まあ、点取サッカーは点取ったもん勝ちなんで、うんあのー、得点とかでさらに横浜 FC の攻撃を活性化してくれたらなと、えー、思っております。ね、さらには 勝はね、えー、キャプテンになったということで横浜 FC 対ね大分・トリニータも注目なわけなんですよ、ね、なんで大分かっていうと大分キャプテン下田北斗なんで北斗がキャプテンなんで達也と北斗のね、えー、キャプテン対決ねフロンターレ裏フロンターレダービーみたいな。 ここもなんかすごい注目だなって、えー、思っております。なんで、えー、横浜 FC 対大分もちょっとね、見てみたいかなっていう、キャプテン対決っていうことでね、元フロンターレ選手、キャプテン対決。えー、すごく楽しみが、えー、増えるなといったところですね。達、え、也、ー、のね、活躍に、えー、期待して、えー ね、えー、注目もしていこうかなと思っているところでございます。